ふぅ、風が気持ちいい。ねえ、指揮官、ちょっとだけ、本当にちょっとだけ、あなたの前で大胆になってみようって、そう思ったの。SG、指揮官の位置は逐一把握しておいて。こんな格好で気持ちの準備ができていないうちに出会ったら、私、どうにかなっちゃう。指揮官には可愛いより、綺麗って言ってもらえると。あ、可愛いと言っちゃダメとか、そういう意味じゃなくて。もちろん口にするのは指揮官の自由だから、どっちでも。何かあったらいつでも私に言ってね。指揮官を不安にさせないためにも私が。ううん、私たちがここにいるから。うん、ヘレナが聞くわ。指揮官、どうしたの？指揮官、任務をこなしてきて。私はここで待っているわ。指揮官はやっぱりすごいわ。メールが届いたわ。指揮官、今確認する？おかえり、指揮官。あの、もし時間が空いてるなら、これから少し泳ぎに。あ、海から戻ってきたのに、また海に誘っても大丈夫？委託組のみんなが戻ってきた。ううん、SG じゃなくて仲間が教えてくれたわ。誰かは内緒。指揮官、この水着、どうかな？あ、やっぱりいい。直接感想なんてもらったら、私、恥ずかしくて指揮官の前に出られなくなっちゃうから。だから、こっそり耳元で、教えて。